バニティフェア1876年7月1日号におけるカリカチュアレスリー・ウォードが第5代ポーツマス伯爵アイザック・ニュートンをロップ1825年1月11日1891年10月4日はグレートブリテン貴族1853年から1854年までリミントン施爵の儀礼称号を使用した1872年に アイザック・ニュートンの書簡集をケンブリッジ大学に対与したことで知られる。第四代ポーツマス伯爵ニュートン・フェローズとキャサリン・ホーテス級の息子として1825年1月11日にノース・レボンのキャッスル・ヒルで生まれた。25年以上年の離れたイボアニ、ヘンリー・アーサー・ウォロップ・ガイルが、ヘンリーは父に先立って死去した。ラグビー校で教育を受けた後、 1843年10月に、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。1846年3月27日に、コルネットとして、景気兵第16連隊に入隊。1852年6月14日に、ノースデボン民兵隊の隊員に任命された。1854年1月9日に、父が死去すると、ポーツマス伯爵位を継承、同時に生を、 先祖のウォロップ星に戻した。首相ウィリアム・グラッドストーンから公爵への助爵とガーター勲章の授与を打診されたが、身に余る名誉だとして辞退したという。1883年時点で、ハンプシャーに17,460エーカーの、レボンに16,414エーカーの、サマセットに646エーカーの、ウェックスフォード県に12,464エーカーの、 領地を有し、領地から年収66,271ポンドが得られた。また、ハーストボーンパークやエギスフォードハウスといった邸宅を所有した。1891年10月4日に、デボンのエギスフォードハウスで死去、息子ニュートンが借位を継承した。著名な科学者であるアイザック・ニュートンの死後、その書管集はまず、ニュートンのイボ妹、ハンナの娘キャサリン・バートンとバートンの夫・ジョン。 コンデュイットが継承したが、二人の死後は、娘キャサリン・コンデュイットが継承した。キャサリン・コンデュイットは1740年に、ジョン・ボロップ閣下と結婚、第二代ポーツマス伯爵、ジョン・ボロップなどの史上を設けた。コンデュイット家は、書簡集の内進学に関連するものを出版に向けて整理したが、それ以外の書簡は、第二代ポーツマス伯爵が継承、一世紀後の、 第五代ポーツマス伯爵の時期でもポーツマス伯爵家が保有した。1872年、ポーツマス伯爵は、ジョン・クーチ・アダムズとジョージ・ガブリエル・ストークスの説得に応じて、書簡集の内科学との関連が見られるものを、ケンブリッジ大学に寄贈。それ以外は、太陽にのみ応じた。アダムズや、ストークスらケンブリッジ大学の学者は16年間かけて、書簡集を研究し、 書簡集のカタログを作成した後、一部を除いて、大半をポーツマス伯爵に変換した。書簡集は、第5代ポーツマス伯爵の最晩年にあたる1891年に、火事にあったが、ま一発で失われずに済んだ。イコーニュートン書簡集は、第6代から第8代ポーツマス伯爵の手に、残ったが、1936年に、サザビーズで競売にかけられ、 ジョン・メイナード・ケインズら3人が落札した。1855年2月15日、エブリン・アディシア・ジュリアナ・ハーバートと結婚、6男6女を設けた。ありがとうございます。